鳥取県八神氷の一八神氷は鳥取県にあった軍。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。古事記神話稲葉の白うさぎに登場する八丈姫が地名由来である。十二郷を有する稲葉国内で最大規模の軍であった。軍家の所在地はモズジ遺跡とされるほか、 道長福井にある西のお会席も、人時期、軍家であったとする説もある。演技式などに見える幕男駅は八条攻撃付近に、所在したと考えられる。和名類受賞に記される軍内の里。演技式新名帳に記される軍内の式内社。平安時代末期に、同軍東部が八島軍として分離し、和名省に見える恥、大江、三期、西、石田。 北の六郷が中世以降の八条軍を構成した。八島軍分離後の軍域の変更に関しては、具体的な時期は不明だが、三期号に属していた高刈村周辺が、近世以降、地図軍に編入されたとみられる。また、明治三連には、円通寺村が、郵便軍に編入されている。1、鴨村2、国中村3、船岡村4、飯田村5、大江村6、 国房村7、久し長村8、美穂村9、佐貫村10、ウッド村11、引けた村12.5、総村13、明治村。ありがとうございます。